こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今現在、南シナ海は多くの国が行き交う航路となっています。無論米国も同じで、日本も南シナ海を通って日本まで貨物を輸送し、この南シナ海は今や中国がその台頭を表しています。もちろん人工島問題に軍事拠点を建設中、大規模な埋め立ても当然のように行う。この行為によって中国以外の国が航行自由作戦を行っています。そんな中、なんと米国が動き出しました。なんと原子力空母を2隻も南シナ海へと派遣したのです。では、南シナ海に2隻の原子力空母の話を詳しくしていきますね。2020年7月4日から5日にかけて、アメリカ海軍太平洋艦隊所属の航空母艦で横須賀基地を母港とするロナルド・レーガンとキトとサップ基地を母港とするニミッツが南シナ海での訓練を行った。アメリカ海軍の原子力航空母艦の2隻が南シナ海に同時に派遣されるという状況は、2014年以来、実に6年ぶりとなった上、今回の訓練には、アメリカ空軍の爆撃機も参加したことが報じられた。アメリカ空軍の爆撃機とは、今回の訓練のためにアメリカ本土の基地から参加した B-52 長距離戦略爆撃機であり、南シナ海まで無着陸飛行し、その後はグアム基地に戻り、航続距離の長さを見せつけた。今回のアメリカ軍の訓練は、これに先立つ同月1日から5日にかけて、中国が自国領だと主張する南シナ海の西沙諸島近海で行った軍事演習に対抗するものとみられ、両国の対立状況を鮮明にした。近年の中国は、南沙諸島を埋め立てた人工島を軍事拠点化するなど、近隣諸国との緊張を高めており、これに対抗する意味で、こうした海域に、アメリカの艦艇が派遣される航行の自由作戦も頻発している。航空母艦ロナルド・レーガンとニミッツが参加した今回の訓練は、日中のみならず夜間にも実施され、艦載機の24時間体制での高い艦隊防空体制や能力を中国に示したと言えそうだ。というのも、中国海軍では国産航空母艦の建造を進めているが、収益しているのは002型航空母艦3トン1隻のみであり、他には練習用の航空母艦遼寧が存在しているのみだからだ。中国海軍は新型となる003型航空母艦の建造にも着手してはいるが、こちらはまだまだ収益は未定の状態であり、航空母艦としての戦力化までにはさらに時間を要すると考えられている。というのも、山道は艦首にスキージャンプ式の発艦方式を採用し、艦載機は短距離離着陸が可能な機体で運用すればよい状態だったが、
003型航空母艦からはカタパルト式が採用されるためだ。現在、世界でカタパルト式を運用できているのはほぼアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のみであり、カタパルトの製造・運用ノウハウはもちろんのこと、それに対応する艦載機も必要となる。ちなみに、アメリカ海軍の今回の2隻、ニミッツ級のロナルド・レーガンとニミッツは従来からの蒸気式カタパルトだが、最新のジェラルド・ R ・フォード級からは電磁式カタパルトに変更された。このジェラルド・ R ・フォード級1番艦、ジェラルド・ R ・フォードは、アメリカ海軍といえ、ド初の電磁式カタパルトで不具合を抱え、2017年の収益から稼働可能となるまで2年以上の歳月を要した。もちろんこの状況は電磁式カタパルト以外の課題も並行して発生していたため、その解消だけに2年を要したわけではないが、ニミッツ級10隻の運用実績を持つアメリカ海軍でも容易ではなかったと言える。これと比較した場合、電磁式カタパルトどころかカタパルトそのものの実運用経験がない中国海軍は、これ以上にその戦力化に多大な時間とコストの両面を費やすのではないかと見られているのだ。さらにカタパルトで射出して運用可能な艦載機の配備も並行して、これから行わなければならない中国海軍はその準備にも当然工数を要すると考えられ、こちらもすぐに戦力化することは困難だろう。ただ、2019年にスキージャンプ式を採用するビクラント級航空母艦を保有するインド海軍が確認した結果、アメリカ海軍の主力艦載戦闘機 FA-18EF は同砲撃からも発艦可能との回答を得たという。これは FA-18EF 戦闘機の製造元であり、アメリカのボーイング社がコンピュータのシミュレーション上、つまり理論上は可能だと回答したというもので、これが実際に可能なら驚きだ。ここにはインド海軍に自社の FA-18EF 戦闘機を航空母艦艦載機として振り込む後期と考えるボーイング社の思惑もあり、本当に実現可能かどうかは実際のテストを行わない限り判断は困難とも思える。そもそもインド海軍のビクラント級航空母艦はアメリカ海軍の大型の原子力航空母艦と比較するとはるかに小型であり、それゆえに飛行甲板の長さも短く、 FA-18EF 戦闘機は大きすぎるように見える。中国海軍では航空母艦艦載機として J-15 艦上戦闘機を製造しているが、これはロシア製の SU-33 戦闘機に酷似した外観からその模造品であると見る向きが多く、機関部も同じくロシア製だと考えられている。余談だが、ロシアは中国が
無許可、無断で SU-33 戦闘機を模倣し、J-15 艦上戦闘機を開発したとみて、それを知的財産権の侵害だと考えているようで、両国の対立が今後顕在化する可能性もありそうだ。